えどうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせてこんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。本日ですね、2024年2月の8日、えー、木曜日に日をまたぎて、えー、日をまたぎて、日をまたいで,たいで、えー、なりました。はい、えー、雪がですね、溶けて、やっぱりその地面が、これやっぱ雪溶けの後はまだまだ寒いなというのを感じております。 うん、まあでも、雪全然溶けなるので、交通機関とかも麻痺しなくてですね。もう本当にやっぱりね、あの、関東地方の都心部は自然災害に、えー、まだまだ、まだ脆弱さはあるかなと思いますね。だから、その防災はさ、常に、うんうん、意識するというところと、こう日頃、やっぱその、災害に慣れてないときついですね。え気力がね、やっぱりきつい。 あのー、落ちこ、落ち込むというか、気力が下がる。うん、下がります。で、寒いと気力下がりますね。ええー。 あの、これ、まあ、ちすみません余談なんですけど、あの、フィンランド、あるじゃないですか。で、幸福度調査では、まあ、上位なんですよね。えー、ですが、あの、自殺者が、まあ、世界では、まあ、あの、多い方なんですよ。で、なん、なんでかって言ったら、日照時間が、歩行は短いから、あの、この幸福物質を出す、このセロトニンですね、えー、やる、その日照時間が短いと、あの、ダメなんです。<laughs> ダメなんですって。 えだから、その冬はあのー、結局、その太陽の光浴びてないからって言ってセロトニンが作られないとでもう夏、この白夜ってあるんですよね、一日中太陽が出ますそうすると明るいんですよ、そうすると今度は休まることがない、これはこれできついということで、えー、まあ精神的に落ち込んじゃう人がいて、えー、悩んじゃうというところがあるわけですな。そして あのー、もう一つ、その人のストレスを与えるものとして何かって言ったらあの金銭ですね、はい、お金の関係っていう、であのー、お金がその生活に必要な金お金がこう足りなくなってきたりとか、あのー、そのこれからどうしようっていう未来への,この悩みっていうことで、この金銭に関して出てくる経済的な悩みというのはやはりストレスになるというのがね。 あの、出ているので、まあ、そうすると、じゃあどうしたらいいかって言ったら、あの、まずね、文不層な生活をするというところと、あの、悩む必要がないかなというのが、まずあります。で、例えば、その、お子さんをね、えー、学校に、 通わせるとか、何か好きなものをやらせるとか、夢を叶えさせなきゃいけないみたいな、食わせていけなきゃいけないというか、その,せいあの責任感とかっていうのはいいと思うんですよ。うん、で,でも、あのー、果たしてそういう風になるかって言ったら分かんないじゃないですか。えー、で、えー、もう一つはその贅沢をこうしなきゃいけないっていうものってな,ないんで、えー 例えばじゃ学費に関して言ったらねあの、まあ、要は給付型の奨学金というのがこれからというのもあるかもしれないんですけれども、まあ、それプラスさお子さんがすごい頑張って国立大学に入るとかってこともありますしじゃ仮に私立だとしたらさあのどうにかなるよあの医療系とかっていうのは難しかったりとかってあるかもしれないですけどお金でねえっとね え、多少はどうにかなります。で、あとはその予備校に行かなきゃ大学行けないだとかね、なんかそういうふうなこととかも考えなくてよくて、あの、自分のその身の丈に合ったものをやればよくて、で、幸せっていうのはさ、ほんと人それぞれの尺度であるわけですから、あの、決して、え、じょ、その、いい大学に行かなかったら、いい会社に入れないから不幸になるみたいな、そういうロジックではなく、 えー、社会生活を送る上で仕事に必要なスキルを身につけるためとかその勉強ってさ、そういうもんじゃないですかあの、就職予備校じゃないんですよね、学校っていうのは。えー、だからその、その子が、えーま、経済的に何か必要なものを得るために、えー、学ぶっていう、その学ぶ機会を、えー、出すとか、あと人生を楽しめるために勉強するっていうことが目的の本来のものなので。えー だから、あのー、やりたいことをやればいいわけじゃないですか。えで、それが医療系だったら、まあ、医者になるっていう人は必要だかなっていうのはありますよね。えまあ、ちょっとね、あのーその、お金の使い方っていうことを考えた上で、で将来お金がなくなるかもしれないっていうふうに思って生活して仕事してたら、つ、まあ、辛いだけなんで、えそれではなくて、あのー、まあ、 基本的にまだ日本は、ね、先進国ですから、真面目に仕事をしていれば、まあ、どうにかなるわけですよ、経済的に。えー、で、問題はその支出なんですよね、えー。で、そのお金の使い方とか、自分たちがどのくらいの収入があって、えー、どういうふうな使い方をこれからやっていくかってことを、あの自分たちで。 あの、考えて使っていけば、まあ大丈夫かなと思います。で、そして、今回の話なんですよ。はい、何かあったら、はい、えー、今回の話はですね、サニージャーニーでございます。はい、サニージャーニー、ね。まあ3連続かな。はい、というとこなんですけど、これ何、何を話すかっていうと、その、まあ動画を出してるんですが、まあこれね、釣りです。もうサブ、もうサムネとタイトル釣りです。えー、で、タイトル何かって言ったら、 登録者数20万人のそのチューバーのお財布事情っていう、その、えー、動画なんですよ。で、そしたら、まあ、登録者数20万、まあ万人、まあ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 、わかったわか,かったと。で、その人たちのお財布事情って小遣いいくらみたいな、こう、サムネなんですけど、そしたらお財布事情って言ったらさ、家計じゃないですか。ええー。だ収入がどのくらいあった どういった資質をしてるのかとか、詳しく、こう、ね、見るようなのが、想像するじゃん。<laughs> んだけど、終始ね、小遣いの話してるんですよ。しかも、しかもですよ。これ、動画内容どういうことかっていうと、今まで、その水木氏が治療をしてるからといって、あのー、好きなように色々使わせてきたと。えー でも、水木氏は、まあ、あの、そんなに贅沢してたわけじゃないかな、みたいな。で、公平氏はそれを許してた、みたいな。でも、これね、いくら使ったか言わないです。金額は一切言わないです。うん。だから、好きに使ってたとか、高いものを買ったとか、安いものを買ったとかって言っても、結局、その抽象的な表現なので、その高いか安いかもわからないんですよ。え、これ、何か言ったら、そのブランド物の,の服は買ってないみたいに言うけどさ、アフタヌーンティーの要請の時、結構高いもの買ってたよね、あれね。<laughs> あれ、服はね、 ええ。とか、あのー、まあ、海外旅行に行ったりとか、その、夢叶えるとかってさ、レジャーしてるじゃないですか。そうすると、まあまあ使ってるんですよね。ええ。で、そういった金額とか一切言わないです。で、例えばその、服だって、ハイブランドとされるものは、確かに高いものと、一般的には言われてるんですけど、じゃあ仮に、ユニクロが、果たして安いかって言ったら、これもね、まだわからないんですよ。ええ。 あの、ユニクロでやっぱり品質結構いいですし、あの、買い方によってやっぱ高いですよ。ユニクロ。しまむらどうなのって話なんですよね。しまむらとかの方が、まだまだ安いわけじゃん。えー、そしたら、そしたらユニクロを、こう、何回もシーズンごと買ってたら、それはそれ高いんですけど、まあ、公平社はそんなに服買ってないですよね、あれね。えー、なんでかって言ったら、なんか、着回しで、なんかおしゃれみたいに本人言ってたんですけど、いやいや、知らないですよ。いつもチャンピオンのの服着て,て、着てて、 あの、なんていうか、服買っても着こなしはしてないです。彼は。うん。あんまりなんか、だって、その、帽子いつも被ってて、その帽子がこう、ワンポイントとしてあんまか、かっこいい帽子だなとかって思うこともないですし、髭をこうアレンジしてるって様子もなければ、髪型がなんか大きくかっこよく変わるとかってもなかったですよね。えー、で、 洋服に関してもなんかどうだろうなーって言って、まあ本人は節約してるみたいな、あの、自分はそんなにこうお金かけなくてもいいみたいな感じで、そこをアピールして、あの、水木氏にやりたいことをさせてるみたいな。で、それをこう売りにして、好感度アップをね、今回狙ってるかもしれないですけど、とにかくね、あの小遣いの話なんですよ。で、えー、で、今まででこの水木氏が治療を終えてきてるという話なんです。うん。だから、 ま、それが終わったので、ボーナスタイムは終了ですと言ったんですよ。ええー。これは何かって言ったら、水木氏が好き勝手使う、ボーナスタイムは終了ですと。言ったんですね。で、なんでかって言ったら、要は今までは、あの、余命宣告されただとか、あの、抗がん剤治療大変だったと。ええー。で、水木氏がやりたいことをやらせていくのが、水木氏の幸せのためだっていうようなコンセプトだったんですね。ええー。で、ボーナスタイムが終了って言ったってことは、これね、またね、 あの、お笑いを取ろうとして、えー、なんか言ったんかもしれんけど、かなりこれちょっと滑ったっていうのと、あ、言っちゃったなって思ったんですよ。何かって言ったら、治療を終えたってことじゃん。ってことは。え、だってそうでしょ。水木氏は今まで治療をしてたから、その、まあ、なんていうかさ、まあ、ある意味か、まあ、かわいそうだよねと。え、だから好きなように、えー、やっていいよ、ということじゃないですか。か治療中だしって。 でも、それが、終わっ、なんで終わったかって言ったら、治療が終わったからなんですよえ。そうすると、じゃあ何かって言って、今まではまだ、あの、治療は続くみたいな感覚を出しながら、こう、余韻を残してたんですけども、も治療終わったんですよ。今回のその、えー、家計の話っていうところで。えで、そうすると、何が待ってたかって言ったら、まず、あの、本当に、覚えてますその、 治療が終わったらどうするかって。まず、お布施ですよね。で、これが余ったお金は寄付するっていう話をしてたんですよね。えー、ただそれはどこに寄付するかわからないみたいな。えー、で、えー、方向転換するっていうことになってくるんですけど、じゃあ治療終わったんだな。<laughs> あの、ええー。だから、そうすると、抗がん剤をその止めるかどうかってこともセカンドオピニオンをあの、しますとか言ってたじゃないですか。 ええー。だから、もし抗がん剤をこれから続くっていうんだらば、治療終わったとは言えないでしょボーナスタイムも終わったとは言えないじゃないですか。えー、だから、終わったんだと。うん。いうことなんですよね。ええー。ってことは、あの、ハッシュタグで癌だとかね。なんかそういうのも、まあ、不謹慎だよねっていうような、えー、ところですわな。えー、で、もう一つはやっぱりお金がなくなってきたんでしょうね。<laughs> あの、もうお金使えないよね、みたいな。 で、これから、その再生数も減ってきてるっていうこともあって、で、とにかくさ、じゃあ余ったお金って何なのって言ったら、収支報告とかってすんのって言ったら、収支報告出ないです。で、あの、公平氏がこの動画でやってることは何かって言ったら、みんな小遣いってどんな感じなのかなっていうふうに調べるんですよ。そうそう、サラリーマンの小遣いが一人3万ちょっとみたいな。で、女性が、えー、1万9000いくらみたいなね。えー、で、あのー、で、それで、じゃあ、サニージャーニーのその公平は、 あの、お小遣いじゃ3万円で、俺できるよ、できないよ、みたいな話したりとか、なんか、その財布は男女別なのか、あの、なんか結婚したら男女一緒なのかとか、そのし、ええー、まあ、要は同、同居し、同性時代は別々だったけども、ええー、合わせてる人たちも多いとか、あのー、なんだ、えっ、ー、とね、結婚して子供ができたらうんぬんとかね、なんかそういう話してたんですけど、結局じゃあこの人たちの財布のお財布事情は一切言ってないです。 な、うんでかって言ったら、財布事情って言ったらさ、まずさ、生活費全般じゃないですか。えー、だから、まず一番大きな支出になるであろうって、まあ、大きいとか、固定費で大きなもの、まず家賃。うん。家賃ですよね。で、次に出てくるのが、エンゲル係数ですね、食費。ええー。で、そこに今度乗っかってくるのは、光熱費とか、被服費だとか、まあ、通信費だとか、教育費だとかね。で、教育費は、まあ、かからないじゃない、この二人、は別に教育やってないんだからさ。えー、で、娯楽費が高いんじゃない。 で、そこで、じゃあ、その、どのくらいかかるのっていうふうなところの平均値から、その、持ってくるんですけれども、その、自分たちの、その、小遣いが、3万円でどうですか皆さんって知るかよっていうのは何かって言ったら、それ、まさに知るかよなんです。なんでかって言ったら、この二人の収入がどのくらいで、この二人の、その、支出がどのくらいか一切わかんないんで、小遣いは3万円でいいと思いますか知らねえよ。そんなもんって話なんですよ。 知るかだよね。じゃあ、あの、統計局の、その、平均値から、じゃあ出してみましょうっていうことになるんですけど、まず二人暮らしですね、の平均生活費はいくらかっていうと。で、これ、家賃除きます。そうすると全体で合計支出は24万1372円。つまり、あの、これを、完全に、あの、収入として出しちゃってるわけです。えで、まず食費7万550円。で、高熱水道費2万1708円と。 で、家具、家事、用品では、これは1万918円ですね。で、皮膚及びあの履物、これは7606円。で、保険医療費、1万5449円。ただこれ、保険入んなかったら出てこないよね。えー、ただ、大体みんな入ってると。で、交通通信費が3万6244円なんですけど <laughs>、これはね、都心部と田舎では変わりますな。えー、ただまあ、中央値、平均値なんでね。えー、で、 教育娯楽費が25,908円で、その他が53,130円なんですけど、まあ、ここで、じゃあ、その2人の生活費に、じゃあ、その食費平均が、ま、いく、な7万なんでしょで、じゃあ、小遣いはどうなのって話なんですよ。平均値からの小遣い金額っていうのは、あの、何かっていうところなんですよね。で、これがですね、あのー、 まあ、ばらつきはあるんですけども、男性会社員、会社員、さらに今です。それの2023年の会社員の小遣い調査っていうのを実施してるのがあって、まあ、株式会社 SBI 申請銀行ですね。これが発表してるのが、男性会社員が前年比でちょっと上がったんですよ。1915円上がって、4万557円。だか4万なんですよ。男性は。えー、で、えー、まあ、2010年以降初の4万円台上ったというところで、女性の会社員は3万5千1円ですね。 二人合わせて、まあ、七万五千円。これ、共稼ぎの場合です。で、サニージャーニーの場合は、二人で、あの、一本の動画を作ったりとか、まあ、二人で活動してるので、で、これ、こあの、個人事業主に登録してるわけなんですよね。で、水木氏が、あの、ボーナスちょう とかって言ったんですよね。で、ボーナスを、あの、や与えるべきだ、う々ぬんとか、うぬんってたけど、だから、ね、個人事業主なんだから、ボーナス、うん、なんかは、ないじゃないですか。で、あの、うちは、その、労働時間がすごい長いブラック企業だから、みたいに言って、公平氏が、なんかさも自分がすごいめちゃくちゃ働いてるかのようにアピールをするんですけど、あの、えっとね、労働時間が長いからブラック企業なわけじゃないかんね。 <laughs> あの生産物を生み出して、で、その労働時間とその収入の,このバランスが悪かったりとか、そのコンプライアンス的に問題があるところがブラック企業なんですよ。え、ね、だから、例えば、あのー、労働時間を短いと、でも給料もめちゃくちゃ安いと、ただ最低賃金があるんで、その半端なく安いっていうのは別な,んですけど別なんですけど、そういうところはそれである意味ブラックなんですよ。 でも労働時間が、例えば、毎日残業をね、2時間してますと。で、平均残業で40時間やってますと。でも、給料は通常の人の2倍ぐらいもらってて、しかもそれが、昇給もちゃんとしていくって言ったら、これ、ブラックだったらちょっとね、ブラックではないんですよね。えー、じゃあ、なんでブラック企業とか、その収入が減あの少なくなっていくかって言ったら、生産性の問題が出てくるんですよ。 え、で、あとは、その業界によって、アッパーが決まってるんで、給料っていうのは。だから、介護業界と金融業界比べたら、同じ労働時間だって金融業界の方が高いんですよ、給料は。その当たり前じゃん。えー、だから、不動産企業、不動産販売してて、あのー、部合制で、あの、エースでね、あの、営業でやってれば、そりゃ、給料高いんですよ。うん。だから、それはもうそういうもんなんです。公務員の給料より、民間の企業で、あの、バリバリ、 あの、物をね、あの、売りまくって利益上げてる会社の社員の方が給料高くな当たり前なんだよ。そんなものは。じゃあ、公平者どうかって言ったら、ね、自分は一生懸命ね、もしかしたら長時間やってるかもしれない。でも、生み出している、その、もの,の、の生産したものっていうのは、あのクオリティなんですよ、ええ。で、そしたらさ、それがさ、あの、売れるかって言った時に、と、あの、YouTube で言ったら再生数かける動画単価じゃないですか。ええ。 そしたら、収入がね、そこで自分が思うようないかない収入だったとして、それがブラックかってたら、それ自分のせいなんだったよね。個人事業主としては。えー、単に自分の能力がないだけなんですよ。うん。で、そんなに労働時間長くなるかっていうものなんですよね。だってさ、週に2回じゃないですか、動画を上げてて。えー、で、30分くらいの動画で、しかもロケだってあんまやってないし、編集作業がね、あの程度のもので、 一週間まるまるギチギチで働いてますみたいなことだったらちょっとね、うんって感じですよね。で、そこで、そうすると、この収入のところで見ると、あの、手取り収入っていうので考えたときに24万1372ですね。ここに貯蓄を少し入れたとしましょう。で、家賃が2人世帯なので、えー、これがね、まあ、 あの、平均的なその賃貸の金額っていうのが、まあ、ちょっとこれ出してないんで、生活保護受給世帯で考えてみようというところなんですね。ええー。で、わかりやすく、まあ、あのー、8万。うん。としますね。そうすると32万じゃないですか。ええー。で、そこに、ええー、小遣いを、あの、4万ぐらい入れるとどうなるかって言っいたら大体40万ぐらいなんですよ。2人も入れると。そうすると、その、手取り収入の、 えー、手取り、まあえっと、商用とかも入ったりするからなんだけど、まあ手取りというか、えー、所得の1割ぐらいが、まあ小遣いというふうに考えていいのかなというのが出てきますね、家計の。えー、で、えー、そうしないとね、まあ結構やってらんないですね、えー。で、そう考えるとすると、まあ公平氏3万つって言うとさ、月給30万なの <laughs> 二人世帯で。そうすると結構安いよね。安いん安い、とかどうなのかなええー、まあ、二人生活で、サラリーマンで、あの、この本人たちが、その、お昼とかをね、なんか飲み代がどうとかいろいろ言ってたんだけど、それを飲み代含めて3万って言ったら結構きついですね、えー。正直なかなかきついですね。ねで、 あのー、まあ、その、小遣いの範囲内でさ、やってくるかもしれんけどさ、いろいろ話してると結局は家計使ってるんですよ、この人たち。えー、で、あのー、まあ、その、ギチギチのそれでその飲み、飲み会、その部下と一緒に飲み会行って怒ったら終わりじゃんみたいな、うんの話したんですけど、<laughs> この二人覚えてますかどういう発言してたかって。ね飲み大変なんですよ、飲み台って。あの、ご飯行ったりさ大変なの。もうそれが楽しみじゃん。 サラリーマンたちは、そういったものが一つ一つ、もうそのね、少ない小遣いの中からやりくりしたり、家計やりくりしてたりするわけじゃないですか。ねそんな人たちに対して、このサニージャーに最初に、最初っていうか、まあ、あの、おととしのさ、11月に何言ったと思います皆さんが飲み会一回分とかっていう感覚でやってくれりゃいいって言ったんだよ、ね <laughs> だから大変でしょあ大変なんだよ。本当に。ええー。 というところからの、この家計のね、そのお財布事情っていうことに関して、あの、まあ、全然明かされることなく、収支報告も全然ありません、今回の動画は。え、釣りです。え、家賃もわかんない。食品もわかんない。高熱費もわかんない。で、この人たちの、その、あのね、えっと、まあ、これ提案と、まあ、疑問点と提案なんですよ、ここから。何かって言ったら、この二人って、とにかく自分たちがキラ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 してるように出したいんでしょうな。え、そうするとネタがないんですよ。 だから、発表の仕方がその娯楽になっちゃうんですよ。で、生活感がないんですよね。生活感っていうかその裏側が見えてこないんですよ。だから、実はこの二人はタレントなんじゃないかとか、あのー、本当は結婚しないんじゃないかみたいな、陰謀論的なね、ものとかがこう浮かんできちゃうんですよ。えだってさ、生活したらさ、ポロと出てこねえかって、まあ、編集で消しちゃえばいいんだけど、 あの、まずそもそも普段何食べてるのこれ。この人たちって。で、自炊だっ,って言じゃん。そうするとさ、そこそこさ、なんか野菜スープとかやったりとかすると、まあお金かかるわけじゃないですか。そしたら、えー、水木氏が食べてるやつは実は食費としてこんだけかかったりするんです、とか。 ね、で、家賃だって一見広そうに見えるけど、あのー、ね、そもそもさ、間取りとか家賃とか言っちゃうと、あの土地とかって、ね、あの場所がバレるから言いたくないとかって言うかもしんないですけど、おおむねいくらぐらいですとかさ、えー、ねえー、で、まあ、一部屋あったわけじゃん、寝室で。そしたら、でリビングがあるんだったらさ、少なくとも 1LDK 以上ですよ、あれは、間取りで。えー、で、まあ、もう一部屋ぐらいあんのかなっていうね。 えー、そしたら、まあ、ま、2LDK ぐらいなのかなみたいなさ。えー、で、それで駐車場付きなのかなって,って庭付き一個建てなのかなみたいなね。えー、でも、あのー、あれだよね、ポストに、あのー、こう、花が入ったみたいな、だからアパートなのかなみたいなね。アパートの 2LDK ぐらいなのかなっていうのが想像されるかなとかさ。まあ、これいろんな想像が出るんですけれども、 で、それで、高熱費とかを、この、自分たちはいくらぐらいっていうふうに言えば、平均値がこのくらいだけど、自分たちはこのくらいですっていうふうなんだったらさ、あの、公平師って、とにかく自分が節約上手みたいなイメージを、こう、やろうとするんですけど、小遣いで私、僕はこれぐらいでやれます。だって、信用できないんだよね。だって、あの、こ、よくさ、いない俺、小遣い1万円でやりくりしてるよとかっていうサラリーマン。もう無理なんで絶対。 ほぼ無理です、す、うん、そういう人に限って何し,してるかって言ったら、あの家からお弁当を持ってきたりとかしてで、飲み代とかやると、請求すると、家の人に言うと、これ,くれもらったりとか、服は全部家計から出ますとか、でだから、要は、自分が何か趣味とかで使いたいものだけが1万円であって、それ以外は全部家計から出るっていうパターンがあるよ。 ええ、だから、ちゃんさんョのサとさ、休みでさちょっと、友達とさ、ここやごめん、こ飲み行ってくからさちょっとかかちょ小遣いちょうだい小遣いちょうだいみたいな。まあ、しょうがないね。服買ってくから小遣いちょうだい。靴買うからしよう美容室行ってくから小遣いちょうだい。ええ、で家族でみんな遊び行ってくから。ゲーム買うからちょうだい。それ全部まかれちゃうじゃん。小遣いいらねえじゃんっていう話なんだよ。そうすると。ええ、ただなんかその自分がこう行って、コンビニでこうポテトチップス買おうかなみたいな。あ、なんか、そういえばさ、全然話ですファミマでとさ、映画チャンネルコラボの、 江頭さんが作った担々麺、激辛担々麺チップス売ってねえんだよな俺売り切っちゃっていかな全然売って、ね、いな、ね、い,いんだよねあ食べたいねあれね買いたいのにあねんだよな、まあそんなのねだからそういうのをちょっと買うとかさそういうような小遣いで俺小遣い1万円でありくりしてるのい,いやいやいや本当に1万円でありくりしてねえよ本当にええそれそれはちょっとどうなのかなって思うわねええ 不可能に近いんじゃないかなと思ういや俺、やってるよみたいなじゃあそ,れそしたらさそれちょっと本当に教えてくれよって思うわ <laughs> 何に使ってるんですかって1000円ットだからみたいなさ人いるんだけど、まあねまあ、な,んかな,なんかちょっと小遣い1万円生活ってちょっと怪しいよなだってテレビ番組になるぐらいのレベルなんだからねえでそうするとその節約をしているっていうのがやっぱり見えてこないんですよ。 だからその自分のイメージアップをやりたいんだと思ったらあ,のある程度の比較で出さないとで比較で出してそれよりも抑えてますよっていうね、えー、でそしたらこ新しい企画なんですよ何かあったら公平氏って,そって自分が今まで少ない金額でや,やりくりできたやりくりできたってアピールしてるじゃないですかだったら公平氏おすすめの節約術みたいなねこのこれがいいのこういう企画が出せるんじゃないかと思います 1>, 1ヶ月公平生活っていう、うん、小遣い3万円で,であの沖縄時代自分はこういう風にやってきたので自分はこの生活できるよって言って水木氏はあの水木氏だからこうですっていう風にねえだから水木氏のおしゃれ浪費せろ浪費浪費浪費 <laughs> かね あのー、消費のお金みたいなのをなんか浪費とか言ったんだよね。浪費ってのは無駄金だからね。無駄金の意味だからね、あれ。えー、だから、あのー、節約公平とキラキラ三月みたいなね。なってだったら、公平氏がイメージアップをしたいんだったら、やっぱりその公平氏の1ヶ月、えー、1万円生活みたいな、ね。この前、後で1万円生活って。えー、だから公平氏の1ヶ月10万円生活みたいな。で、これを、あのー、 ウィークレマンションって、一周、だやっぱ一ヶ月だよな、マンスリーマンションだよな、うん。一ヶ月間それでね、まあ、でも、あのー、離れ離れの生活したりするとか、まあ、あの、水木がどうかっていうけど、でも治療終わってんだからね。え、でもさ、あのー、そうやってさ、浪費しない、浪費しないって言ってたけど、この前の、あのー、覚えてますマイクロ CTC の検査あれ20万とかでしょあれ一発で吹き飛んじゃってんじゃん。そしたら小遣いとかが。<laughs> それ それで浪費してってど,どうすかねしかも冬、あの、付属層のためのものって言ってるじゃん。そうするとさ、付属層だから言ってることがむちゃくちゃなんだよね。えというわけで、あの改めてその金額をその出すんであれば、比較を出さないと。その平均値に対して自分がどのくらいとか、あとその札幌に住んでるわけじゃないですか。そしたときに、 えー、札幌の人が小遣いで何使うかとか、必需品とかってね、そういったものの打ち上げが分かんない限りは、これが公平紙の小遣いが高いのか安いかも分かんないよ。えー、ざそ,そもそもサラリーマンじゃねえんだから、人付き合いとかもないんだもん。だから結構高いと思いますよ。3万円って。そこそこ。うん。あのー、何でもかんでも家計から出てる状態で、えー、で、その状態で3万円自由に使えるんだったら結構なお金だよね。 えまあ、子供がいないしね、ここはね。というところで、えー、ございました、あのぜひです、ねあの、公平氏の節約術みたいな、そういった企画をやってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。